ドッグホームチャンネル。はい、今日遅くなりました。遅くて自分で入ってくるじゃないですか。それなのに、逃げる、来た、逃げる逃げる、そらおいで、はいはい、よしよしよし、アキ、アキしつこい、久しぶり、よいしょいきなりトップかわいい、アキちゃん、よくしようか、アキちゃん、はいはいはい、はい、こんにちは。ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画はウエストハイランドホワイトテリア、ウエスティのソラちゃんのトリミングになります。よろしくお願いします。全然見てくんない、文句垂れてる、文句垂れてる、ちんにゃんきらいで、私は降りたいけど降りたらね、なんかうるさいのがいるからね。はいはい、あちゃん、降りたいの？降りたいの？降りたいけどシャンプーだよ。残念、ダメです。なんだよ。もう嬉しくてしょうがない。さっきの飛び跳ねようが尋常じゃないの。待て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 。待て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 できない、待て、すいません、待ては待ては一定のことでしかできないです。ご飯とかお菓子を持ってないとできないんだ。待って待てができません。あきちゃん、お座りは？お座りもおやつを持ってないと自由気ままに育てれるんで。空が気になっちゃってしょうがない。そうなの。うらちょろけん、どちらかというとウロチョロよね。あ、今日なんか全部のゲームで200点出すとか言って、眠たいこと言ってるんで、ちょっとやっと出せなかったな。はい、あの、ジュースとパイエットを全部買ってもらっていいのかな。そうですね。まるで俺が出せないみたいじゃないか、君たち。だって全部のゲームでって私言ったよね。1ゲームだけじゃないですよ。違います、5ゲームで。全部ですよ。5ゲームもすんの？体力もなってるのに。ほら、絞られてますね。今うんちしたかった。あ、本当に。うんちとね、肛門のはべっこなんですよ。べっこなんだ。肛門腺って違うところに溜まっちゃうってこと？肛門のっていう器官があるの。へぇ。で、なんだろう、イタチとかってさ、あの、はい、サイゴッペとかっていうじゃん、うん、でスタンクとかも習性持ってるでしょ、うん、それのやつ、うん、で、本当はうんちするときに、うん、肛門の筋肉で絞れて、で、うんちの上に一滴二滴とか、そらちゃんだったらそら三乗みたいな感じで、そういう習性なんだ。そう残せるんだけど、うん、小型化してる犬たちはね、絞れない子が多いのね、自力で。で、溜まっていくと破裂する。ああ、それで定期的に出したりする。そうそう。でも大型犬とかであっても、うん、人間があんまり手かけすぎると、うん、退化しちゃって、うん、自力で出せなくなる。やっぱ前足は逃げます、ね。前足逃げます。いいよ、噛まない分全然いいのよ。みんながみんな前足やってんの。あ、そうそうそう、全部の犬がそう。そうなの。なんだけど、うん、何？小さいうちからいろいろ触って人間に触られても大したことないやって学習してれば平気。いいね、そんな。特にこっちの足があんま好きじゃないみたいで。ダメだよ、だってアスファルトいっぱい走ってきてんだもん、グレーになってんだもん。ホワイトだからホワイトテリアなんだよ。グレーテリアじゃダメなんだよ。言い聞かせても分かるんですかね。うん、気合は伝わる。それは賢いからわかるよ。バカだから。白とグレーわかんないの、俺ぐらいの。そうそうそう。白とグレーわかる。よかった。
やっぱり私の記憶が正しかったよ。丸いの車で来て白の車でしたね。白の車だったね、私が乗ってるのに。毎回俺の方が乗っかってるんで、分かっててもいいはずなのに。ノハ調べに行ってもらった方がいいかも、うん、そろそろね、片足突っ込んでるかもしれないですね。やばいっすね。そんな人がカメラを撮ってます。そのうちご飯はまだかなって言い出すんでしょ。そう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 、おじいちゃん昨日食べたでしょって。うーん、ねえ、食えばお腹すいたって言われてるんで、今食べてる最中でもいいか始めるそうです。でも急に顔ちっちゃくなっちゃったね。頃ね、12歳。そう、もうね、うちの常連の皆様、皆さんお年寄りが多くて。でも思いっきり走るんだ。まだ元気だよ。ウエスティードリル。ウエスティードリル。尻尾でバチバチ。うん。年齢の割には、まだ元気だと思う。元気だよね。ちょっとカップリコ。本当は周りが牛乳だから中で牛乳って絞って焼いてるんだけど。ああ。面倒だって。うん。牛やつが。いいじゃん、お尻。後ろ足流させてよ。でもアレルギーはできてないですよ。だいたい、まあ、買い勝手だよね。前よりは全然変わった。最近、多分、使い方が変わった。うんうん。やっぱシャンプーと食べるのか、こう、体に影響あるのか、うん、やっちゃうの。ウエスティは遺伝的に持ってるからね、アレルギー起こしやすいので。できないですね。ね、うん、無理です。我慢しながら付き合ってもらっていいの。さすがよく分かってらっしゃる。運動しないとね。運動してるじゃないですか。今も散歩で走ってきたじゃないですか。あれは運動とか散歩って言ってるじゃないですかね。急に走っちゃいけないって。逆にそら、うん、おぉレスピードリルが激しいな。レスピードリル尻尾もね、尻尾がすごいんですよ。いや、あ、今度これが気になるって。よこせ。ああ、私よこせ。コロナ対策のダメだよ、これクレベリンだからあげないよ。ウエスティドリルももうできないぞ、これで。うん、さっぱりした。おお、やるんだ。やります。できないと思って近づいたらやるんだ。出たいんだ。気になるんだよね、秋のこともね。気になるんだけどね、来られると嫌なんだよね。自分から行くにはいい、ね、来られるのは嫌だ。来られるのは嫌なんで。チャンネル登録よろしくね。